火曜日のご挨拶、もう少しで雨足が強まってきますので、もうタイムリミットのご挨拶でございます。山本豪雨南千住2日連続のご挨拶でございます。8時9時ですね、9時のご挨拶となりました。町屋から参りました。お疲れ様でした。ここに来る間に地元の方に、中道の方にお会いしたり、いろいろやっぱり同級生お会いしたり、遅くまでこんな日にもね頑張ってらっしゃる、しかも知人とすれ違えて、やっぱり少し無理しながらでもね、皆様の安全を見届けるとともに、荒川区にも3つほどですね、交通上のトンネルと、あと要は お水の心配ですね、水がこう入ってきた時に心配になるのがトンネル、潮入りのトンネル、そしてなさそうであるアンダーパスが2つあるんです。1つはここですね、常磐線のガード下、南千住と、これ忘れやすい。あとね、西日暮里の巨大な奥橋通りの2つがですね、あっちは看板あるけどこっちあったかなっていう、なかったらやっぱりね、看板つけて、この水位のね注意の看板つけるとともに、真っ先に危ない時には通行を止めると。そこら辺はまあちょっと交番も近いので、しっかりですね、まあ勝手な判断でできないと思うので、指令を早く出すというのを、私今回の12号で痛感しましたね。小田原のトンネルのところで、あと救急車が流されたりパトカーが流されたりしたのも、通行止め の処置が遅れてるからだと思いますので、この水害のですね、第1ポイント、第2ポイント、いろいろあるんでしょうけれども、やっぱり車の流れをしっかりと、まず止めることで、新たに塞がないようにすると。ありがとうございます。お子様がしっかりと、この暗い中でも、多分こっちから見えるんでしょうね。暗い方から明るい方は見えるから、一人ずつね、手を振っていただいたので、まとめて手を振ることなくですね、一人一人にこうね、目を見て、実際は見えてないんですけれども、でも人の表情って面白いですね。見てると向こうも気づいてくれると、少しでもよそ見すると分かっちゃう。ここをね、私は一人一人への注意を怠らない、これ防災も一緒でございます。まず自分がどの方をケアするのかっていうのを、当番もね普段から決めておくことが大事だと思いますし、そしてその事前のシミュレーション通りにやると、これがですね、やっぱできた時には、今回も、集落がありましたね、浸水があっても誰一人怪我にも出さなかったと、そういうようなね、自治体を、集落を見習って、村でね、悪い意味じゃなくていい意味で、村でしっかり自分たちをこう管理していくと。三河島村だったり南千住もそうですね。お疲れ様です。どうぞお気をつけてお帰りなさいませ。山本豪雨ギリギリまでですね、この台風に向けて、13号に向けてできること、先手をこう打っておくべきことは何かというのを、現地で普段やんないじゃないですか。なんだかんだ言ってやっぱ時間あるとやんないんですよね。切羽詰まらないとやらないから、こうギリギリの時間まで頑張って現地を見て回って、そして帰りたいと思います。山本豪雨でございました。ありがとうございました。